皆さんこんにちは、ウルトラランナーのみやこです。今日もナイスラン、スポーツ MC の岡田です。今週も始まりましたウィークリーラントリップ3、よろしくお願いします。お願いします。今なんか咲いてました？はい何が咲いたんですか？いやもう自分の中で目標達成の花が咲きました。おめでとうございます。ありがとうございます。花開いたね。はい、いや本当、東京マラソン、ね、見事サブ3達成、ありがとうございます。いやさすがみやこちゃん、あの本当ゴールもほぼほぼ一緒だったね。そうなんですよ、気づかなかったんですけど映像で見たらもう真後ろね。そうだよねいらっしゃったっていう。そうそうそう、いやまずはね、はい、まあ東京マラソンも我々も終わりまして、で今週末は名古屋もありますけど、はい、どうでしたか？圧倒されましたね。うん、去年もすごく外国人の方がこう戻ってきて、東京マラソンのにぎわいっていうのが戻ってきたなって感じてたんですけど、うん、今年は戻ってきたなじゃなくて圧倒された。わかる、すげえ、すごいみたいな感じ。本当国際的な試合っていうかレースっていうね、うん、感じがして、これがワールドマラソンメジャーズ、はい、日本を代表する東京マラソンかっていう雰囲気が、いや本当に、ね、思いますよ。で見事はい、自分の走りができたんじゃないですか？そうなんですよ、もうずっとね公認記録のサブ3を目指していたので、うん、今回2時間59分14秒。いや素晴らしいね。いやでももうね、周りの沿道の力だったりとか、あのラントリップの旗、はい、うん、そうだね、フラッグを持って応援してくれてるこの集団がいくつもあって、最後にもあったし途中にもあったし左右にも ね、分かれて、すごかったね。そういうのでめちゃくちゃ元気もらえました。ありがたいですね、本当 ね応援のおかげですよ、本当、うん、そう。岡田さんどうでした、はい、なんか同じぐらいだったんですけど、そう一回もお会いしなかったですよね。そうだね、でも僕はねあの結構だから最後のラスト2キロぐらいは多分みやこちゃんが、ラスト1キロかな、はい、あ、みやこちゃんもう週まで来てるんだって思ってた、はい、あ本当ですか。そうでもう僕ね後半激垂れしちゃってて、はい、うわこれギリギリサブ3いけるかなっていうラインで走ってたから、はい、あ俺にみやこちゃん追いついてこないと、みやこちゃんやばいじゃんとか思いながら、はい、追いついてきてくれって何だったら一緒にゴールしたいぐらいの気持ちでこうやって走ってそうだったんですね。結果同じぐらいだったね、本当に。そうそうそう、いやーまああの本当にね、うん、国際的なだから応援する側も、うん、走る側も、うん、なんか本当に東京が一つになって、うんうん、ランニング色に染まったっていう感じがして、うん、ありがとうございますって感じ。いや本当に、ね、本当にありがとうございますっていう、なんかこう僕らの大好きなランニングを、うん、こう街の主役にしてくれて、いや本当です ねありがたいなと思って本当今日ばっかりはすいません皆さんって思ってました。楽しかったんですけど、今週の名古屋もそんな感じになるんじゃないでしょうか。はい、そうですよ、ウィメンズ、うん、名古屋がランニング色に染まる日、はい、しかもね、ギネスに乗ってる女性だけの大会で一番大きい規模なわけでしょ。そうなんですよ、俺行ったことないのよ。あら、そうなんですか。はい、ちょっとどんな感じですか。いやもうね、とにかくスタート前がええ香りするんですわこれはもうね、男子未経験のやつですわ、うん、ないないない、そんなサロメチールの匂いしか嗅いたことないレースの会社ね、いい香りと、やっぱり名古屋といったら最後ね、はい、あのバンテリン名古屋ドームに、はいはい、入ってね、入って赤いレッドカーペットでキラキラしたライト浴びながらフィニッシュするっていう、いいね、もうその気持ちよさ、いや素敵、うん、演出がいいね、そうなんですよ、ね、でやっぱりティファニーがねもらえるっていう特典も、そういや最高じゃない、うん、嬉しいですし、本当ね、うん、いやタクシード隊の皆さんも頑張ってください。本当ですね、見てるかなこれまあ出走の方、ちょっと出走の方に向けてちょっとぜひ一言。あ、そうですね、まあウィメンズは本当に35キロにちょっと坂がね、うん、あるんですけど、まあ、そこまで力を温存して楽しんで、そう、うん、名古屋城とか結構集中しすぎるとこう見えなくなっちゃうんで、周りちょっとキョロキョロしながら私城なかった、うん、いやそうなんですよ、私もそういう年あったんで、あやっぱ、ね、うん、で見えた方がやっぱりちょっとテンション上がるんで、確かに景色楽しんで、うん、そう楽しむのがね、女子の祭り楽しんでください。そう楽しむのが一番なんで、いっぱい写真撮ってください、はい、あのラントリップチームも、うん、まあちょっともうこれ公開してした直後なんであれですけど、はい、旅するラントリップスタンドで、あそうですね、うん、土曜日に名古屋でイベントを行っていく、はい、ということなので、その様子もまたお届けしたいと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。ということで前段がだいぶ長くなりましたが、はいはい、今週もお届けしていきたいと思います。ウィークリーラントリップとは、ランニングに役立つ情報やニュースを楽しくお届けする動画です。はい、 MC 一押しのアイテムやティップス、お得な情報もお届けしていきたいと思います。今週のトピックこちらです。ドン、はい
まずはじゃあシューズの話題からいきましょうか、はい、我々も大好き、はい、トレイルのお話でございます。今からクラウドサーファートレイルとクラウドホライズン登場というニュースでございます。新しいのこれ両方ともトレイルのシューズということで、はい、まあ、我々も愛用してますけどクラウドサーファー、うん、ロードのシューズなんですけど、はい、これがトレイルバージョンになったよっていうのがクラウドサーファートレイルでございます。気になる ねトレイルランニングに適した次世代レベルのクッション性とスムーズな重心移動が特徴ということで、うん、まあ、クラウドサーファーの特徴を生かして、うん、こうアウトソールのラバー素材をこうちょっと強化してるというか変えてるってことだと思うんですけど、アウトソールがですねミッショングリップっていうラバー素材を使っているということで、濡れた路面でも乾いた路面でもしっかりとグリップ力があるということでございます。まあ、トラクションあと耐久性ね、この辺なんかもバッチリということでございますんで、いや、いいの。なんかクラウドサーファーっていうとオンのもう定番というか、はい、定番だったね。なんかね、そうなんですよ、うん、日本にね来たのが一番最初なのがクラウドサーファーなんですけど、ああそっかそっかそっか、それのトレイルバージョンということなんで、うんうんうん、いやなんか楽しみですね。どんな感じなんだろう。確かに柔らかいのかなこれ結構使いやすそうですね、うん、ね、そういう意味では。いや楽しみ。そうなんですよ。そしてですね、うん、クラウドホライズンっていうものもありまして、はい、ハイキングシューズとして初めてクラウドテックフェーズが搭載されたってやつですね。これはクラウドサファーと同じく、はい、クラウドのそのシステムの方がちょっと斜めになってるっていうやつでございまして、はい、オンのハイキングシューズの中で一番軽量で、ハイキングに最適化された快適性、うん、クッション性、あとエネルギーリターンが特徴ということで、うん、ハイキングシューズでエネルギーリターンってあんま聞かないそうですね、うん、まあいい、走りっていうか歩きやすそうですよね、うんうん、ファストハイクなんかにも使えるんじゃないかななんて思うんですけど、軽めのハイキングに合わせて設計されたミッショングリップということで、ラバーのアウトソール、これもクラウドサーファーの、ね、トレイルと同じなんですけれども、グリップとか耐久性とかもバッチリということで、ちょっと価格が若干違いまして、はい、クラウドサーファートレイルが 19,580 円、はい、そしてクラウドホライゾンが 26,80 円、うん、まあちょっと価格が違うんですけど、うん、これ両方ともウォータープルーフバージョンがあります。おさすがトレイル。これ両方作るってすごくすごいですね。どっちも選べる。そう、どっちも選べるんですよ。なんでクラウドサーファートレイルのウォータープルーフバージョンが2000円ぐらい高いのかな、はい、21,780 円、うんうん、でクラウドホライズンのウォータープルーフバージョンが 22,880 円となっております。2月の26日もうすでに発売中、うん、済みです、はい、いやカラーもねやっぱりオンっぽい、オンっぽいアスカラーで可愛いですよね。これは普段履きもできるやつですよね、はい、いいですね、はい、もうぜひ楽しみです。いや普段からそして山までぜひ使ってみてください、はい、さて続いては、うん、おすすめアイテムの紹介です。何でしょう。ブックマンアーバンビジビリティからエクリプスというライトの紹介です。お、かわいい、はい、そうなんですよ。丸っこいね、うん、ライトなんですけど、こちらがスウェーデン発のライトブランドでして、うんうん、スウェーデン特有の安全志向のマインドと、はいはい、まあ、北欧らしいスタイリッシュなデザインですね。サイクリストとかランナーとか、まあ、歩行者のために設計されたライトやリフレクター等を販売してるんですけど、はいはい、今回のエクリプスっていうのは、うん、クリップでこう止められて、あーなるほどね、はい、カバンとか、まあ、服とかそういうところにチュッてつけて、いいね、で白と赤の LED モードと3パターンの点灯モードがあって、うんうんうん、あら、で1つのライトで6パターンのライトモードが使用可能なんです。あ、そういうこと、はい、色変わるってこと。そうなんですよ。あ、いいですね6パターンで赤と白と。素晴らしい、はい、いいですね、うん、僕なんか自転車乗るんですけど、はい、ライトって前は前方向は照らす白い色のライトで、後ろは認知してもらうための赤いライトって自転車で使うんですけど、はいはい、それが両方とも1個で使えるっていうのはすごいいいんじゃないですか。ランナーも後ろに使うときは赤でね、うんうんうん、確かに前は、うんうん、いいじゃないですか。いいじゃないですか。そうなんですよ。で USB のタイプ C で充電も可能で、最高、最大60時間長のランタイムでね使える。長いね。そうなんですよ。で価格がこちら税込み4,620円で、うん、はいはいはい、公式のオンラインショップやスタイルバイクなどでも取り扱いが開始になりました。スタイルバイクさんお世話になってます、はい、なるほど、そういうことなんですね、うん、なんかさ、そう、目薬そうそうそうパチッよいしょっていうぐらいのそうなんですよ。すごいね、サイズ感も可愛らしいですし、ね、まあ
ちょっとカバンに入れとけば、ね、いつでもつけれるよっていうような。いいですね。しかも USB-C ケーブルなんてさ、だいたい今もスマホやら PC やらそうなんです、いろいろ絶対使えますからね、うんうんうん、いつでも充電できる、はい、素晴らしい。ぜひぜひ安全のためにご覧もチェックしてみてください、はい、お願いします、はい、ということで今週も行きましょうか。ラントリップ新着アイテムでございます、はい、ラントリップストアからは、はい、こちらです。じゃーん。レンズオールユニードイズランメリノウール T シャツストーングレー、新しい色登場、はい、登場しました。はい、これ人気でね、発売するたんびにこれなくなっちゃいます。スーパーナチュラルのコラボアイテム、メンズの T シャツなんですけど、新色です。新色ですね、これ、はい、ストーングレーと言うとりますが、うん、カーキっぽいですね。ね、ちょっと緑っぽくて可愛いですね、うん、ナチュラルに着やすそうな感じなんですけど、はい、まあ素材は天然素材、最高級のメリノウール使っております、うん、メリノなんですけど、うん、夏は涼しくって冬は暖かく過ごすことができるということで、はい、まあ、オールシーズン使える T シャツの1枚、うんうん、はい、メリノなんで天然の抗菌防臭、うん、はい、作用もあるということでございます。匂いもつきにくい。こちらがですね、サイズがちょっと注意でして、ほい、 S と M サイズの数パターン展開なんですけども、はいはい、EU サイズなので日本よりワンサイズ大きめの作りになってます。ほう、なので S サイズを選んでいただくと日本の M サイズでメンズなので、まあ、女性だとだいたい S になるのかなっていう感じですかね。確かに、うん、僕だと、はい、多分どっちも着れるかな、ギリギリ、うん、M だと日本の L サイズってことですよね、はい、うん、男性だったらそっちを選ぶのがいいかもしれないですね。価格が7100円ということで、はい、チェックしてゲットしてください。はい、よろしくお願いします。なんかデニムとかに合わせても良さそうですね。あ、ね、今日が気持ちわかる、触ってたいやつ、はい、ということで最後にお届けするのがラントリップマイレージプログラムのウィークリーチャンスでございます。3月11日からの週で当たる目玉のやつなんですか、みやこちゃん。ハーゲンダッツアイスクリーム100名様大好き、食べたい、当たってください。最近食べてないな。私もです、ね、うん、せーので好きな味言う。今食べたい味、今食べたい味、オッケーです。せーの、抹茶マカデミアナッツ。ああ、いいね、いいよ ね、 いいですね。あ、マカデミアもいいよね。マーで被るかなと思いました。マーチャマーカデミアナッツ、あ、いいですよね。いやあ、これ楽しみ。ランのご褒美にぜひ皆さん前の食べて走っていってください。はい、ちょっと1個回してみますか。回してみましょうか。はい、ドン、10マイル、10マイルゲット。イエス、もう1個。こうやってマイルが溜まっていくと何に使えるか分かんないっていう声がね、僕ちょこちょこいただくんですけど、あのきっと今後このマイルがたくさん、お、 20% オフ、お、すごい、アンテンポストは 20% オフでした、ここぞという時、はい、ということで、はい、今週も森田さんありがとうございました。なんかみやこちゃんどうですか、なんか告知とかあります？ YouTube 見てね。そうですね、 YouTube、 あの東京マラソンの動画も、はい、その日に頑張って作って出したので見ていただけたら嬉しいです。はい、ぜひチェックお願いいたします。はい、します。そして名古屋とかね、それ以外の大会、うん、あのまだ控えてるという方もいらっしゃいますし、大会ちょっと縁遠いなという方もぜひこのアイテム買ったよとか、うんうん、コメント欄に入れてください、うん、よろしくお願いします。お願いします。あ、もう一つありました。はい、8月末のお祭りといえば、うん、北海道マラソン。あ、そうなんです、はい、そうなんです、ね、発表がありまして、はい、ゲストランナーで MC で行かせていただきますん で、 でみんなでラントリップチームで行かせていただきますので、よろしくお願いします。絶対楽しい、ね、旅になると思うので、ぜひ皆さんも一緒に参加してもらえたら嬉しいなと思います。忘れられない夏にしましょう、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。